質問来てた。 3D プリンターで弾丸を作ることはできますか？結論、作れる。過去に 3D プリンターで作られた銃というのが話題になって、銃弾は作られていなかったけど、ついに銃弾まで作った人が出てきた。本物のライフルに 3D プリンターで作った弾丸を入れて撃っている映像があるねんけど、なんとダーツボードを貫通するほどの威力。みんなもこういうものが作れるからって決して作ってはあかんねん。こういうのは知らなかったでは済まされないから、この動画を見た人は銃や弾丸を作ってはダメということを覚えていてほしい。よし、今日の撮影終わり。印刷うまくいっとるかな。弾丸の、どうもキスミです。YouTube さん、本物ちゃいますやん。ボケですやん。はい、ということで、冒頭にも説明しましたが、海外では 3D プリンター製の銃や弾丸を作られている方がいますが、日本では犯罪になりますので、絶対に作ってはいけません。こういったものは知らなかったでは済まされないんですよね。この動画を見た人は覚えておいてください。法に触れるものを作ってはいけません。ということで、今回は 3D プリンターでちょっとした弾丸の雑貨を見つけましたので、早速印刷していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは今回こちらのバレットコンテナというデータを印刷していきます。もう見てくださいこれ。もうどう見ても弾丸ですよね。しかし調べてみると、こんな光景の弾丸はありませんでした。あくまでこちらの弾丸は雑貨ということです。印刷プレビューです。1時間20分かかります。 3D プリンターって銃作れる危ない機械でしょと言われる方も多いんですが、それは使い方次第です。いいように使えばとても素晴らしい機械ですので、興味がある方はぜひ購入して使ってみてください。じゃあ印刷してこっか。できた。あとクソでかいのもできた。ということで完成しました。弾丸のコンテナです。はい、見てくださいこれ。実際の銃弾の配色に近づけてみました。ほら見てこれ結構リアルにできていますが、元々のデータはもうバカクソでかくて、こんな光景の弾丸って存在しないんですよね。こちらの弾丸コンテナ、使い方は非常にシンプルです。こちらの受け側にはネジの溝が掘ってありまして、こちらの弾丸の先端にはこのようにネジ部分があります。はい、そうです。こちらは中に物を入れることができる弾丸型のコンテナということですね。ただせっかくこれ弾丸なので、ちょっと威力知りたいですよね。輪ゴムを使ってポーンと飛ばして、どれぐらいの威力があるのか調べてみたいと思います。いきます。はい、それでは過去に作った印刷物に輪ゴムを適当に巻いて、簡易的なこれパチンコを作ってみました。それではこちらの弾丸をここにセットして木にぶち当ててみたいと思います。さあ果たして威力はどうなのか、いきます。ガオガオ。え、どうだったどうだった、ちょっと待って、先端部分なくなったけど、先端部分どこ行った？はい、ちょっとこの弾丸の先端部分が、消えてしまいました。こちらのバルサ剤、無傷でございます。まあこれ殺傷能力はゼロなので、全くダメですね。ですが、まだこちらの超巨大弾丸があります。こんな弾丸撃てるスナイパーもないで。では、こちらでリベンジしていきましょう。それでは、いきます。どら！どら！すごい！穴開いてる！はい、なんとこちらの弾丸、バルサ材に小さなへこみを入れることができました！では皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか。今回は 3D プリンターで中に物を収納できる弾丸型のコンテナを作ってみました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。じゃ、またねー。